こんにちは。この前またコンビニで面白いというか変なジュースを見つけてまたレビューをしようかなと思って買ったんですけど、まあ最近ちょっと忙しかったっていうのと少し、めんどくさかったのでレビューしてなかったんですが、なんと、大福、まあいちご大福の飲み物ですね、ジュース。乳飲料なんで、まあ牛乳みたいな飲み物だと思うんですけど、名東っていう会社から出てて、和菓子 and milk、まあ、期間限定ですね。こういうのは大体期間限定なんですけど、でまあ日本人だったり、まあ日本に長く住んでる人だったら、まあ大福なりいちご大福っていうのはほとんどの人が食べたことあると思うんですが、まあこのレビューは外国の人のためにもやってるっていうのが少しあるんで、まあ、本当は今日いちご大福を買ってきて、こういう実際のものはこういうもんだよって見せながらこれをやろうと思ったんですけど、なかなか売ってなくて、まあこれだけはしょうがないんでやります。まあいちご大福っていうのはこういうもんですね。食べ物としてはもし知らない人がいたら、大福周りは餅で中にあんこ、粒あんだったりこしあんだったり入っていて、で真ん中にいちごが入ってます。いちご大福の味はもちろん知ってますが、これがジュースとなったらどういう味がするのかなっていうのは気になるところですね。こういうふうにいろいろ書いてます。あまおう大福ミルク、あまおう果汁にミルク、小豆エキス、生クリームを合わせました。人気の和菓子いちご大福をイメージしたデザート系乳飲料です。まあ何はともあれ早速飲んでみましょう。一応まあじゃあ見せるけど、内容物っていうかこういう感じになってますね。生乳、まあ、ミルクが入ってて、まあいちごの果汁も入ってるんですね。果汁 1% だけだけど、たった 1%。 まあどんぐらいいちご大福感が出てるかちょっと楽しみです。匂いは普通のいちご、なんかこういうのにあるよ、よくいちごカフェオレみたいな感じの匂いです。あ、色もピンクでいちごっぽいけど、やっぱなんていうの、あんこ感あんのかな、ちょっと黒ずんだ白、あのピンクっぽい感じですね。いちご大福みたいな色で言っても、匂いだけでは普通に、お、いちごの飲み物かな、いちごのミルクかなっていう感じします。いちご大福とはまさか思わない。あんこっぽい匂いもしないし、ちょっとするかな、小豆っぽい匂いが。じゃあ早速飲んでみます。いただきます。まあ第一の感想としては、ほとんどミルク感が強い。もちろんまあいちご大福ミルクなんで、でその中に少しこの餅の感じと、あとこの餅の周りについてる粉、なんだろう、何の粉かは知らないですけど、この粉っぽい感じの味と、あとほんのりあんこっていうよりも、まああんこ感はあるんだけど、大豆の皮っぽい味がしますね。普通にだからこれをもしこういうもんだ、こういういちご大福のジュースだ、飲み物だって知らずに飲んだら、単純にまあいちごカフェオレみたいな飲み物かなと思いますね。色はちょっと黒ずんでるから変かなと思うけど、で少しちゃんと味わったらあんこぽい味、もしくはその大豆っぽさの方が強いかな、大豆っぽい感じと、あと餅、大福の周りの餅プラスほんのり餅の周りについてる粉の味がします。だからそういう意味では、うまくいちご大福っぽさが再現されていると思います。もちろん思うのは、きっともし本当にいちご大福っぽい感じを出しちゃうと、ほとんどあんこみたいな味になって、それがジュースだときっとあんまり美味しくなくなっちゃうと思うから、だからいちごの味を一番強く出して、ほんのりあんこ、もしくは大豆の味とその餅っぽい味を出してるのかなと思いますね。まあ好きですよ、うまい、美味しいです。まあ普通にでもいちごのこういういちごカフェオレみたいなやつを飲みたかったら、普通のいちごカフェオレみたいな、ストロベリーカフェオレみたいなやつをちょっと俺は飲みたいです。うん、このさっき見せたように、ここに書いてあるように入ってんのは小豆エキスなんで、まあもちろんあんこは小豆からできてるけど、あんこっていうよりも小豆っぽい味ですね。やっぱり小豆の皮みたいな、まあいちご大福を食べたことある人の方がよくわかると思うんですが、まあ食べたことない人もなんか想像できるように、うん、じゃあそういう感じでした。あまおう大福ミルク、期間限定なんで、まあ見たことない人とか、飲んでみたい人はコンビニとか行って買ってみてください。どこのコンビニにあるかわかんないですけど、まあ俺はファミリーマートで買いました。148円しました。ではいちご大福好きの人とか、いちご好きの人とか、ぜひ飲んでみてください。ではありがとうございました。 Thanks for watching. See you soon. This was Gohei. Bye.